はい、皆さんこんにちは、シャトレーヌ社です。皆さんかぼちゃは好きですか？うちも祖母含めて大好きですね。はい。そしておふくらよくレーズンとか一緒に、あとは昆布ですか、入れてよく作りますね。ということで、そのおふくろの夢を叶えるためにこちら、はい、あちらのキュウリの苗木です。久留米原種の松竜、育ててみました。そして見てください、枯れてますよねってことはもう食べ頃、はい、黄色くなって食べ頃になっております。はい、久留米原種のかぼちゃ担当の愛さんにも言われました。うん、あんま美味しくない、それが誠であるか今日食してみたいと思います。クッキングスター。とりあえず切ってみました。ほら、あれなんかフルーティーな感じで、あら、うまそうじゃないですかこれ。ってことで、あとはお袋に任せますうまそうじゃないでしょうかこれは。では食べてみますね。ほら、レーズン付きですね。うん、なんでしょう、皮にちょっと癖がある感じですかね。うん、取ってすぐ入れてたんで、結構水分含んでるんでびちゃびちゃですが、皮食わない方がいいですね一緒にうん、いやでもこれはかぼちゃですね。うん、うまい、甘みはしっかりありますね。でも栗みたいな甘み、うん、最高です。もっと作ればよかった。そしてこれポンポコで売れますかね、1個500円ぐらいで。前回クイズの回答はキュウリくん回ですね。そして今回のクイズは、今煮たかぼちゃの名前は松竜なんですが、それと一緒にお袋が煮込んだフルーツは何でしょうか。おー、ご回答ください。以上、シャドウです。シャドウです。じゃ、また。いやー、またハダニが増殖中ですね。一番東側、これは肥満閉塞ですね。いやー、馬がすごいいますね。安全無害パストリーゼフィニッシュですね。2、現在は時間との戦いです。さあ、あの赤いプチプチ分かりますかね、ハダニです。はい、とりあえず両面ですね、向こう側とこっち側、赤いプチプチめがけてありましたので、あと卵は多分まず復活してくると思うんで、車体を今日は涼しいつらな、こめはい、パイプはこれ3ベッドですね。こっち側1メーター20、
60センチ通路1メーター20、60センチ通路1メーター20。さて俺はいつ病気になるんだ。米食うと病気になるんだろう。まあどうなんだろう。元気そうだけどね、ピオさんね。最近顔も赤いしさ。そうか、顔が赤いか。そうだな。米まだ食うか。食うか。あ、食うぞ。おお、じゃあ明日も頑張れよ。おお、またな。頑張れよ。じゃあな。じゃあまたな。つら。いや、これは滅多に見える日没じゃないですね。